で、そして次にヒンジの方向がこう横にこのクラブに対して横向きについていますですのでこれは何を示唆しているかというと体の横への動きに対してミスをエラーが起こっているというのを知らせてくれる機能になっていますですのでこのように縦の動きに対しては比較的 寛容になっていますですので自分に対してゴルフクラブは立てるということがもう一つ大切な状況になってくるということを教えてくれてますでこのように立てに対してはまあ、すごくこうやって立てにゴルフクラブを動かすわけではありませんがゴルフクラブというのは立てて使った方が圧倒的に重量が軽くなってヘッドが動きにくくなりますのでそれを示唆しているためにこの横への動きこういう横への動きを ですので、右側に見えている空間っていうのは、自分に対して右側なのですが、それをそそのまま右にクラブを振っているような感覚で、クラブを上げてしまいますと、このように折れてしまいます。ですので、自分が右側に上げているのではなくて、自分の正面が右側に向いているっていうようなイメージで、体をまず向けて、 クラブを動かしていくっていくとうことが大事になります自分の右側にこのように上げようとするとクラブがあっという間に横に移動していることになりますのでこのクラブだとこのように折れて上がらなくなってしまいますですので右に向いているっていうことを考えていただければゴルフクラブは正面にありますのでそのまま体の正面にあるってことはそのままあとは正面に立てていただければそのまま折れずにこのように バックスイング、テイクバックからバックスイングを完了することができますので大事なことは自分が右側に向いていって体を回しているっていうことを意識してトップまで上げていただいてそしてクラブは縦に、まあ、縦に動かすわけではないですけど横に動かしているのではなく自分の体の正面の前に立てているっていうことが大事になりますのでその辺を注意して。 気をつけて練習してみてください。